どうもこぶるです。今回はソングオブソードのアップデート内容について解説していきたいと思います。まずはじめにソングオブソードの性能について話していきます。使用者とともに移動範囲が25メートルで持続時間が36秒となっています。オーラ内にいるすべての味方のダメージが19.5%増加します。 ソングオブソードのアップデート変更点について話していこうと思います。召喚にバフが適用されるようになりました。ブローバック発動ダメージが10から150に増加。ダメージ値を15分の30から10分の20に減少。20メートルから25メートルへの範囲拡大。バフアイコンを変更となります。 開発者のコメントをピックアップしていこうと思います。ソン損ブソードは持続時間に対してあまりにも大きな恩恵を与えていたのでダメージバフを減らしたが範囲を増やした。まだ強力ではあるがどんなダメージシナリオにも100%完璧な選択肢であるべきではないがそれは多くのシナリオにフィットしているそうです。今回は ソングオブソードのアップデート内容について解説しました。こちらはですね、前は味方のバフが召喚モッドまでソングオブソードはかからなかったんですけど、今回のアップデートからは召喚モードにもソングオブソードが適用されるので便利になったと思います。この動画が良かったらチャンネル登録していただけると助かります。